みんなようこそカリフォルニアコーストのライブエクストリームへ。特別なマルチカーイベント、そしてウォーターフェス前の最後のステップだ。ウォーターフェスは常夏のハワイで1年を通じて行われるカーレースの祭典。詳細は追って説明するけど、まずは今回のレースを始めよう。ビッグサーは140キロに及ぶ海沿いのハイウェイが有名だけど、実際は内陸にも広大なエリアが広がってるんだ。船営会場もあるから、小さな寄せ見てと呼ばれることも多い。まさにぴったりの呼び名だな。丘の頂上まで行くと、セントラルバレーとシエラネバダの絶景が拝めるはずだ。ちなみにセントラルバレーの農業地域は、つい200年前まで内陸の湖だったらしい。ミシシッピ川の西側では最大の淡水湖だったんだ。サーフィンはできないけどね。よーし、いいか、最初のマシンチェンジの時間だ。ラリーカーとはお別れして、レースカーに乗り換えようか。ウォーターフェスの話題に戻ろう。このフェス、何が特別なのかというと、全てがオアフ島で展開される点だ。カリフォルニアにいながらハワイとの違いを想像するのは難しい。ここからハワイまでの距離はニューヨークより長いんだ。気が遠くなるね。よし、パシフィックコーストハイウェイに着いたぞ。ここでツーリングカーに乗り換えよう。一から目を離すなよ。この先の眺めは最高だからな。とびっきりの絶景が待ってる。沖合のクルーズ船もハワイ行きかもしれないけど、フェスに出場する大半は長距離ヘリでの輸送となる。これがモーターフェスのやり方なんだ。カリフォルニアは確かに美しい場所だ。でもな、オアフ島はまさに楽園そのもの。モーターフェスではホノルルの街でハイスピードなストリートレースが楽しめる。それに火山灰に覆われたオフロードスロープでスキルを試したり、
カスタムマシンでドリフトを極めることだってできるんだ。サンタバーバラの有名なビーチと南カリフォルニアの玄関口に差し掛かってきた。最近はこの辺りにセレブが大勢住んでる。帝国王室のメンバーもいるぞ。さあ最後のマシンチェンジだ。ハイパーカーに乗り換えよう。 I love LA と叫びながらロサンゼルスを突破しろか。みんなロサンゼルスの気候は最高って思うよな。それはハワイも同じ。雨の日だって気温は22度くらいなんだ。熱帯地方はまさにパーティーにうってつけだ。大都市ロサンゼルスのダウンタウンは壮観だ。その人口はニューヨークに次いで2番目。太陽、ビーチ、ハリウッド、これぞ天使の街と呼ばれるゆえんだ。最後の区間だ。ロングビーチ港、つまり S 用の車が輸送される出発地点に到着する。モーターフェスの出発地点に着いたぞ。パーティーに参加したいなら誰でも歓迎だ。ハワイの特別なレースに参加したいならカーコレクションをこの港まで持ってくればいい。あとはモーターフェスがやってくれる。つまりフェス参加希望者のマシンコレクションを無料で輸送してもらえるんだ。さあフェスが始まる。ヘリに乗ってワクトーへ出発しよう。これは一生の思い出になるぞ。参加してくれてありがとう。それじゃあみんな、モーターフェスで会おう。